廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されたのは、医師で福山市神鍋町にある神鍋整形外科院長の村上克彦容疑者と、妻で医院手伝いの英子容疑者です。警察によりますと、2人は今月12日、病院で使用した注射針の空パッケージや点滴パック、ペーパータオルなどの産業廃棄物およそ 3.3 キロを、山陽自動車道上り線吉備サービスエリアにあるゴミ箱に不法に投棄した疑いが持たれています。サービスエリアに医療廃棄物が連続して捨てられているとの通報を受けた警察が捜査を進め、昨日2人を逮捕しました。私、失敗しないので。モバイル、うわー、失敗した。海地先生、どうしたんですか？ガラケーからスマホに変えたんだけど、何ギガ使うかなんてわからないから、データ量が多い一番高いプランにしちゃったんだよ。それは大失敗。あ、楽天モバイルならプランが一つだから選ばなくていいんですよ。どういうこと？電気代みたいに使った分だけ支払えばいいんです。ん？3ギガまでなら980円、20ギガまでなら1980円、使った分で料金が決まり。しかも楽天モバイル全国47都道府県で使えます。それなら迷わないね。しかも通話し放題ですし。マジか。うわ、でもいつの間に。あ、実はお前もプラン選び失敗したんだな。私、失敗しないので。嘘つけ。失敗したんだろ。おい、みんな、大門が失敗してるぞ。うぃ、カジ先生、もっと投げねじゃ。ダッケンモバイル。ねえ、おまくん、はい、アイス買いたいから100円貸してくんないかな。いいですよ。給料出たらすぐ返すから。エビナ先生、そんなにお金ないんですか？いや、毎月自分のお小遣いから家族のスマホ代出してるからきつくてさ。エビナ先生、ご家族みんなデータの多いプランにしてません？楽天モバイルならデータ使用量1ギガまでなら0円、3ギガまでなら980円。電気代みたいに使った分だけ支払ったらいいんです。じゃあ家計も助かるじゃん。じゃあ通話代は？楽天モバイルなら通話し放題なんです。しかも楽天モバイル全国47都道府県で使えます。私も青森の実家に毎日電話してます。なんだ大門、お前も興味あんのか。顔怖いぞ。私もう変えてるので。5時なので帰ります。さすが大門、やること早いわ。あきらさん、お腹すいた。